何これ、何これ、ちょっと待って、ボールもらってハンドリングした。はい、お願いします。完全に1個分かったことあって、今までの高校訪問あるじゃないですか、いろんな高校訪問してきましたけど、一番むずいかも、組む上。うまい。あのボード使うわ。じゃあ。よひょじとめんです。はい、ということで今回は、空栄女学院にやってまいりました。もう空栄女学院といえば大阪の強豪校、超強豪校、超名門校なんですけども。薫英女学院なんですよ。僕も初めて今回、校舎に入らせていただいたんですけども、人生初の女子校でございます。はい、そしてですね、皆さんあの薫英女学院知らない方も多いと思うので、まあ少しだけね説明すると、本当にね、まあ、薫英女学院中高一貫で中学校からもね強いんですよ。もう中学校高校と強くて、その上に大阪人間科学大学ですかっていうのもあって、もう全部女子バスケが強い、学校になってまして、本当にねもうバスケ英才教育学校といっても過言ではない、まあ、そんな学校でございます。めちゃくちゃ機動力のあるチーム で僕のね女子の選手の、一押しの、角選手、ポイントガードの角選手っていう、キャプテンの子がいるんですけども、僕が見てる中で多分ね今年の女子の、ポイントガードで一番うまいんじゃないかなってスター性もあってっていう選手が今回いてる学校なんで、ちょっと僕すごい楽しみなんで、じゃあ早速潜入していきましょう。かわいい。こっそり来ちゃいました。お願いします。あ、ごめんです。今日あの練習入ります。お願いします。あ、お願いします。行きますよ、行きますよ。そら、え、もしかして俺色的にも浮いてる？あ、あ、なるほどね。え、どういうこと、どういうこと、どういうこと。あ、オッケーオッケー。あ、分かった分かった。あ、なるほどね。あ、分かった分かった分かった。誰やりこれ、誰やり。ちょっと待って。え、いきなり入れられてた。これどういうこと、どういうこと。あー、なるほど。走んで、ね、ちょっとパニック起こった今一瞬。え、先生なんかさ、言わけわからへん説明されて行けって言われたから、ボール3つぐらい飛んでるなんかドリブルしながら後ろ回しながら次パス、パス出してっていう一石三鳥ぐらいの練習してます。OK, OK. なるほどね。むずい。なるほどね。パスをスリーバスターして。うわ、むずい。ボールもらってハンドリングした。はい、お願いします。お願いします。あー、なるほどね。すごないけど一個一個レイアップ、細かいやつ。あ、ミスだ。左に右で止まって、スパースで蹴って。あ、オッケーオッケー。真ん中で。あかん、下手すぎる。なるほどね。
え、つのちゃん何歳だったっけ今。17歳。17歳、俺よりしっかりしてるわ。完全に怖かったことあって、今までの高校訪問あるじゃないですか、いろんな高校訪問してきましたけど、一番むずいかも組む上。なんか足のシュートの一個一個の技術確認が多い。それがうまい、やっぱり。足重い、足重たい。あ、つのちゃん吹き飛ばしまいそうや。よいしょ、オッケー。うわ、フィジカル強い。なんやこの子、ちっちゃいのに強い。なんやこの子。あ、つのちゃんが難しい。なんか難しい。え、これやっていいの？オッケー。よいしょ、いける。おい、うまい。めちゃくちゃうまい。なんやこの子。今日は楽、いつもより。いつもこんな感じ。え誰よりも髪長いわよ。早っ。あー、めっちゃシュートうまい。ありがとうございます。え、これ今練習何割な、アップ、これアップ。マジかよ。俺もうちょっと帰れると思ってたんけど。マジか、これアップか。フリースロー3本打つんですけど、3本決めたら何もなくて、1本落としたらスライド5つ、2本落としたらセブンティーン。セブンティーン、マジか。それでお願いします。いやこれ軽いねんな。あ、やばい。くっ、ちょっと待って、今のは冒険。あのボード使うわ。ちょー、ちゃうね、軽いねって。これえ、じゃあセブンティーンってこと。あ、これ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 。え、これじゃあセブンティーンってこと。おい、マジかよ。え、始まる。え、はいはい。死ぬよ、死ぬよ、こんなんやらせたら。いやー、これ25。僕いろんな高校行かさせてもらってるんですけど、その中でもやっぱこう空名の特徴として結構細かい練習多いなっていう印象なんですけど、それってこう何か理由あったりするんですか？男の子は結構そのパッて動画見てパッてやれたりとかっていうのはあると思うんですけど、まあ、一つの練習にそのさっきの乱収でも、まあいろんなポイントとか、まあリバースターンとかもそんな練習することないじゃないですか。だから、まあ、そういうのを結構盛り込んでっていう、で、まあ、できるだけ練習時間を短くという感じでやってます。はい、すごい、なんか今までのチームと全くこう違う形の練習やった。そう、なんか僕も初めて見たなっていう。何かこうやっぱこう空泳って全国で見てもこうサイズで言うとそこまで大きくないチームじゃないですか。それでこう全国で戦うために意識してることとかってあるんですか？もともと私もここに来る前は公立でやってたので、はい、そういう時はもう本当にその上手な子もいないし、練習時間も体育館も短いので、まあ、まずハンドリング、ドリブル、パス、シュート、最後はそこが差で出るのかなと思ってるので、はいはい、だまあサイズとか能力とかで、まあ、当然試合って決まるんですけど、それはもうないので、勝てるとしたらそのハンドリングとか、まあ、あとはまあそのチームワークとかそういうところで練習通りを試合で出すっていう感じなんで、まあ、練習で全力でやるので試合も全力でできるみたいな
本当にそのまま試合でやるそのままのことをやってるっていうのは意識してやってますね。本当にこのスタイル的にはこう技術力っていうところでやっぱずば抜けてる部分があるなっていうのをすごい思ってて、その裏でこういう練習がしっかりあったとかっていう、今日多分初見で見る方も多いと思うんですけど、すごいなんかこうカルチャーショックです本当に。ちなみに今年のこの選手の中で、まあ、そういった技術面とかハンドリング面とかっていうところで注目する選手とかっていたりしますか？まあ、やっぱりあの3年生の角と、はいはい、まあ、熊谷さん、まあ、この2人は本当に何しても、うん、あの上手にやりますね、はい、でまあ1回言ったことはちゃんと意識してやってくれるので、まあ、みんなのお手本になるっていうのは、はい、そう、やっぱこう2人の技術力でいうと全国トップレベルって言ってもこうおかしくないかなって、他の選手見てもやっぱこの2人ズバ抜けてるなってい う, そ う, そう面があるので、なんか女子でこういう選手が出てくるっていうのが本当僕の世代とまた変わったところだなっていう、すごい可能性を、これからの可能性を広げてくれる選手だなっていうのはすごい見れて思ってました。ありがとうございます。いやいや、もうけど先生のおかげですよそんな練習だってなかなか逆にここまでねこだわった練習っていうのはしないと思うので、僕も見てて、はい、ということで、薫英女子の、この今年の注目選手なんですけど、僕冒頭でも言いましたこの角選手、キャプテン角選手、この選手は1年生の時から、スタート選手で出てる選手だったんですけど、本当にね今年が、最後の年、3年生最後の年で、もう技術力、シュート力、もうキャプテンっていう面でも全てにおいてもこのトップレベルかなっていう、多分今後こう高校だけでとどまらず大学プロと活躍していく選手じゃないのかなと思う、それぐらいのね逸材です。熊谷選手、ここはねあのもう一人の3年生ガードですね、ポイントガードで、またこう角選手とは、違う持ち味で、まあ、ロングのスリーポイントシュートであったり、あとはこうスピードですね、ドライブのスピードがやっぱり速いので、すごいあのチームにとって機動力のある選手、角さんとまたタイプが違った攻撃がある、まあ、角さんももちろん攻撃があるんですけど、ただ角さんとまたタイプが違った、ガード、この2人筆頭に今年の薫英女子があるって感じですかね、はい、この2人が僕は特にこう注目選手かなと思います。だから楽しみですね、今年この2人がどこまでウィンターカップ引っ張ってくれるか、まあ、もちろん薫英もそもそも強豪校なんで全員がうまいの前提なんですけど、はい、すごい楽しみです。僕もだから普段本当に過去1回ぐらいかな、女子の練習に入ったのは過去1回ぐらいなんですけど、やっぱりねなんか男子と違ってなんかこう細かい練習動きが多いで、先生も言ってはりましたけど、やっぱりこう男の子と違ってこうやっぱ能力に差が出るじゃないですか、男の子と女の子では、その面をこうカバーする練習、やっぱこう体にしっかり覚えさせるっていう意味で、あの基礎練が多かったりとか一個一個細かいステップの練習が多かったりとか、なんかそういうのが多いっていうおかげで今のこの薫英全員がこう均等した技術力でやれてる、プラスそこにこうチームワークっていう試合練習とかもあって今のこの薫英ができてるのかなっていう、なんか入ってみて改めてこう初めて感じることといいますか、入ってみないとあこの強さの秘訣ってわからないなって思う練習メニューでしたね。
練習お疲れ様でした。お疲れ様でした。角選手と熊谷選手に来ていただいたんですけども、今回僕初めてこの薫英女学院思ったのが、なんかすごい細かい練習多いなっていう、基礎練というかステップの練習、あれってやっぱこう自分がこう3年間やってみてこういう練習しててよかったなって感じますか？いろんなステップとかドリブルの技術とかやるので、その日頃からやってることがその試合になった時にふとした時に出るっていうか身についてるので、習慣的に使えるようになりました。このアタックに対してすごいビビらずにいくっていうのがあると思うんですけど、熊谷さん的にもそういうのはやっぱり意識、チームで意識してやってるんですか？意識してるというよりは、そのタイミング、全員がタイミングよく行くことだったりとかは常にその先生に言っていただいたりしているので、それで全員アタックできるようなチームにしてます。なるほどね。だからもう自分がこれいけるって時はもう迷わず行ってるんですか、全員が？あ、それすごいですよね。これ僕高校の時、やっぱりこう自分がボール持った時にちょっとこう悩む時間というか、これ行っていいんかなって悩む時間が、ちょっとこうアタック手遅れやったりっていうのがあるんで、それをこうチーム共通で行けるタイミング行くってなってるのがこう素晴らしいな。何かこうインターハイの時と、比べてこうチームとして意識して改善してきたこととかありますか？インターハイはやっぱりボール持ってる人がとか誰かに頼ってしまうことが出てる5人にあったと思うので、その出てる5人がしっかり一人一人責任持ってリングに強くアタックすることであったりとか、その全員がしっかり攻めれるようにするというのは意識してやってます。改めてこう今練習してて、この薫英のチームのこの強みってどこにあると思いますか？全員がその主体的に考えて動けるところが自分的に強み。なるほどね。けどこれをさらっとこう迷わずに言えるって素晴らしいですよね。なんかなかなか言えないですよね、こういうの何が強みかって。いよいよウィンターカップが近づいてきましたけども、こうウィンターカップに向けて2人ともこう意気込みがあればお願いします。じゃあ福野ちゃんから。1年生の時からスタートとして出させてもらって、たくさんいい思いもさせてもらったし、チームにしっかり恩返せるように目標である全国制覇達成していきたいです。去年キャプテン副キャプテンやらせていただいて、その3年生の方の思いとかあると思うし、その先生に今までいい思いさせていただいて、その感謝の気持ちをしっかり返せるウィンターカップにしたいです。いや本当にもうウィンターカップ、まあ、同じね、僕も大阪出身なんで、大阪勢としてすごい応援してるので、ぜひぜひ頑張ってください。お疲れ様でした。ありがとうございました。スリーポイント対決やってます。今もう出たな、なんかこの2人のされる。